満腹でございます。はい、満腹です。お腹いっぱい、もう幸せもいっぱいでございます。はい、もうね、私たちあのこのパンダカフェで中に入って、私キャラメルラテを飲んで、私はチョコラテ飲みました。はい、もう本当に可愛いあのパンダの絵が描いてあって、おじさんとかね、めちゃめちゃ店員さんにね、なんで描いたんですかみたいな質問攻めでしたけども、はい、もう本当に美味しかったね。美味しかったです。あとパフェも、大きいパフェもあって、はい、パンダが入ってて、皆さんおすすめなので、ぜひみんなにも食べてほしいですね。はい、はい、そして熊のカフェにも行ったんですけど、うんね、そっちはもうなんというか熊の視線がもう半端なか、めっちゃいっぱい熊いたんでね、本当にもう、ね、多分数え切れないほど熊がいて、でもう私ずっとキュートメンバーに写メ送ってたんですけど、ね、ラッキーとかも来たいって言ってました、はい、それぐらい可愛い、あのカフェなので、うん、男性の方が入りにくいっていう風に店長さんが言ってたんですけど、全然あの女性限定のカフェとかじゃないので、気にしてずも入ったら絶対楽しいと思いますよ。はい、絶対楽しい、多分可愛いって言って皆さんも写真いっぱい撮りたくなっちゃうと思うぐらい、一人で行ってもなんか隣にクマがいるから一人な感じしないよ、うん、しない、しない、まあしないです、うん、しないです、はい、だから皆さん、うん、ぜひ行ってみてください。はい、はい、ということで、この様子はですね、4月発売のハローチャンネルボリューム8をご覧ください。はい、お楽しみに、お楽しみに。